明日のために必ず。なあ腹減ったな。だから魚は焼いた方がうめえって。だってよ、まさかのことすぎた。それがフェアリーテイルだ。そうだよ、オイラたちまだまだやれるんだ。違うよナイチュ、お魚は生が一枚なんだよ。あ、オイラこのモンスター知ってるよ。モフモフで油断させ、一年経っても相変わらずだわこの二人。懐かしさを通り越して一年経った気がしない。気分って。ああ、このままで済むと思うのよ。親父から受け継いだ悪魔を滅する力、ELD を倒す力だ。今日はゼロの太刀。暖かい街に囲まれ、美しかったギルドが歪んでとても寒そうに見える。ああ眠れ友達よ、私に続け。よくも初代を痛めつけてくれたの。今日は敬老の日だったか。だったら セイバーやペガサスの連中と合流できなかったな。ここは俺たちで食い止める。これ以上ギルドへは進ませねえ。セイバーとペガサスが全滅したのか。敵の大軍勢だ。バジル、お前が元議長の家まで行って匂いで捜索できないのか。今は自分を責めるな。アジトの情報を教えてくれ。どこほっつき歩いてたんだよクソ親父。遅いっけな。ひめえよ、目の前に敵いるだろうが。クソ親父、仲間巻き込むかよ。ジュニアたちまだ生きてます。そんな薄着だからです。グレッサ様、肩が思うように動かない。あなたの相手は私がするわ。あら、ちょっと失礼じゃない。リサンダ、みんなと北へ行って。タルタロスとの戦いは私にたくさんのソウルを与えた。ナツさん、ルーシーさん、ハッピーも。フェアリーテイル復活ですか。皆さんをもう一度集めて。いえ、全然変わってないです。本当にこれでいいのね、ウェンディ。ごめんなさい、元議長の家まで行ったんだけど。感謝祭に油断してるとこ疲れたわね。俺が男の道をつける。ここは俺に任せろ。サンドビーストに砂らきしゃねえぞ。アリ地獄の、リサーラ無事だったのか。ナツの声。あれ、ナツなんでここに。クオーバーできないかって何度かやってるんだけど、いいわね。ゼロ子だ。ん、いたのか松。雷で聞いたことあるだろ。もう俺の行かず捨ててやろう。よう、腹減ってんだ。早くギルドに帰らせろよ。生きてりゃそれなりの魔導士だったに違いねえが、これじゃただの雑魚。おう、そうだった。フェアリーグリッターで私の四面体、この体を消し去るのです。そういえばあなたは初見でしたか。あれが私の本体、永久魔法フェアリーハート。無事だといいけど。タルタロスの場所が分かれば反撃できるのに。きっとなんとかなるわ、任せて。私が敵の進行経路を計算する。必ず場所